インテンシティ、スピードテックインテンシティ。その後オリンピック終わってからの話ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、オリンピック終わってからは自分のチームに一旦戻ってっていう。そうですね、はい、なんかどんな感じでした、チームのみんなとか。おめでとうみたいな、もう、はい、すごいみたいな感じでしたね。オリンピックメダル取ってからなんかお客さん増えたのとか、 なんか客層とか感じました。増えましたよ、増えましたし。そうですね、でもコロナがあったのでやっぱりファンの方々と交わえる期間がすごく少なかったので、そこはちょっと残念でした。海外挑戦したと思うんですけど、はい、なんかそれはずっと憧れだったこうヨーロッパというか海外に行こうと思ったきっかけっていうか。そうですね、元からあの富士通さんに入る前に海外に視野を入れて自分が挑戦したいっていうのを伝えていて、それを了承していただいて入ったので、チームを抜けて、まあ、少し申し訳ないなって思う部分はあったんですけど、やっぱ人生一度きり、バスケ人生も長くないのでやりたいと思った、今やるのがいいかなって思って海外挑戦しました、はい。ギリシャを選んだと思うんですけど、それはオファーがあって。そうですね、それもやっぱり富士通との交渉がすごく長引いてしまって、結構決めるのが遅くなってしまって、ヨーロッパの方も結構チームが決まってるチームが多かったので、まあ、ギリシャからオファーをいただいて、はい、ギリシャに行きました。モニカさん的にはもっと早く海外に。いや、もちろんもちろん、まあでも富士通さんの気持ちもすごく分かりますし、自分がこう抜けることでチームに迷惑をかけるっていうのも思った部分はあったんですけど、やっぱ誰かが抜けたら誰かがステップアップするしかないと思うので、自分は、はい、自分の人生を信じて抜けさせていただきました、はい。どうでしたギリシャ、シンプルにどうでした。まあね、まあ、1年目だったので右も左も分からず行って飛び込んで、まあ、大変なこともすごくあったんですけど海外で初めて生活して、誰もいない、バスケットを求めてもすぐに助けられるような場所じゃないところでこう生活して、すごいいい経験にはなったと思います、はい。バスケットの面でいくと、なんかどういうことを得れたなっていうかありますか？そうですね、まあ、レベルもちょっとよく分からなかったので、まあ、行ってみてもっとやれるんじゃないかって、すごく自分の位置が分かったリーグだったと思います、はい。というのはもう結構このレベルというかだったらもっとやれるし上も目指せるっていう感じですか？そうですね、それを機にギリシャのチームを退団してオーストラリアの方に移籍しました。それはこう、まあ、ステップアップっていうような感じですか？そうですね、はい。理由としてはオーストラリアとか環境もオーストラリアの方が整っている。そうですね、すごく自分にもすごくフィットして、日本との時差も1時間で、やっぱ孤独になった時とかに家族に電話できたり友達に連絡できるっていうのすごく良かったですし、なんて言っても周りに日本人がこう歩いてたら日本人がいるっていう環境もすごく嬉しかったですし、食事の部分もやっぱりヨーロッパはちょっと違ったので、バスケ以外のところも充実させてこそパフォーマンスも上がると思ったので、オーストラリアは結構自分に合ってるんじゃないかなと思って、オーストラリアの道に進みました。というと、ギリシャはあんまり体に合わなかった。まあ、合わなかった。まあ、世界遺産とかね、すごくあったので、まあね、めっちゃ世界遺産巡りしたので、すごくいい経験だったんですけど、やっぱご飯がもう、アジア料理、なんていうんですか、アジア料理もほぼないですし、アジアマーケットっていうのもないので、ほぼアジア人を見ないので、すごくちょっと大変でしたね。結構ギリシャの人自分の国に誇りを持ってるので、英語が喋れても英語を喋りたくない人とかもいるので、そうですね、だから英語を使うとすごい嫌な顔をされたこともあったので、
ああ難しいなって思いましたね。はい、まあシンプルにそのギリシャの人がこうなんかこう愛国心、そうですね、愛国心がすごく強かったので、そうですね、そういう文化の違いとかもこう、そうですね、海外調整してるといいことばかりではないんですけど、はい、そういうところも知れました。はい、自分の特徴だったり自分のああいうのも理解して飛び込まないと、バスケ以外のことでこう集中を取られてしまうともったいないというか。じゃあもう自分の身にも合ってるオーストラリアでの挑戦だったと思うんですけど挑戦振り返ってみてどうですか？そうですね、今は NBL1 っていう少し下のリーグでやってるので、まあこのシーズンを終えてみて、まあすごくレベルの高いリーグですし、やっぱオーストラリア人背が高いですし、みんなシュートが入るのですごく勉強になりました。で次に行く WNBL が本当に自分のキャリアの勝負になるので、そこに集中してやっていきたいなと思います。オーストラリアでこうなんか新たに掴めたなんか自分のバスケの感覚みたいなのってあるんですか？そうですね、やっぱ自分の強みのであるスリーポイントは本当にオーストラリアの人にもびっくりされたので、そうですね、続けていきたいですし、はい、やっぱ WNBL がすごい高いレベル高いリーグだっていうのは聞いていたので、まさかオファーをもらえるとは思わなかったので、アジア人がこうオファーをもらえるのがあんまりないので、やっぱアメリカ人がこう来るので、そういうところで評価していただいたっていうのはすごく自信につながってます。切り開いていければその後ろにもどんどんつながってくる。そうですね、はい、誰もチャレンジしてないところに飛び込んでいってチャレンジしてるっていうのもすごいなと思うんですけど、どういうモチベーションでいれるとそういう新しいことにチャレンジ、誰もしてないことにチャレンジできるようになるんですかね？変わってるんじゃないですか自分いや言われたりします？ちょっと何か変わってるねみたいな。いや自分で思いますでもやるって決めたり行きたいと思ったら逃げなくなった、まあ、それはオリンピックの時に学んだことであって、こう辛い練習があっても自分のこう過程を信じて最後までやりにく、落ちたとしてもそれが財産になると思って、あ、やめなかったことに意味があるっていうのがすごく勉強になったので、今でも人が行ってないからっていう理由じゃなくて、人が行ってなくても失敗したとしても行ったっていう経験値がこう自分の人生の財産になるかなと思って、そうですね、人は人、自分は自分って感じで生きております。ここまで来ちゃいましたまだ24歳ですか？いや本当にここまで24歳に来るまででもうたくさんのことを経験しますよね、うん、本当にバスケでフラダンスを天秤にかけてたのは遠い昔ですね。本当フラダンスやってたのに汗かきたくないとか言ってフラダンスやってたこれまでまあ24年間、はい、いろんなことがあったんですけど、まあ、今まで話した話の中でもここは一番ターニングポイントになったかなっていうところがありますか？自分で人生を決めた時です。あ、はい、本当にドキドキしたんですけど、決めて移籍するのも自分で決めて、椎名監督にも反対されて、最後までやり続けろって言われて、逃げるんじゃねえって言われてすごいなセミすごいなセミターニングポイントとしてはもうどこがっていうよりかは自分で決断した時。そうですね、今後こうバスケットを通してこういうメッセージ伝えたいなとか、バスケ以外でも自分の人生でこういうことを表現していきたいなとかってあったりしますか？難しいんですけど、まあ、たまに自分も何やってんだろうってなる時もあるんですけど、やっぱ本当今までの経験が本当に財産になってるので、お金とかも大事かもしれないんですけど、経験が本当に一番の、もしこう自分が死ぬかもしれないってなった時に、今までこうやって経験してきてよかったなって思える
ことこそが本当に幸せなことなんじゃないかなと思うので、そうですね、やりたいことはやるしかないんじゃないかなと思って、それをこう 今からバスケやる子だったり、こう今やってる若い子たちに伝わってくれればなとは思います。なんかそういう自分の思いとかを棚卸しっていうか整理するのは定期的にやってることなんですか？日記が書いてるんで、あのオーストラリアとかに行った時にこうノートに何て言うんですか、ルール1みたいなルール2みたいなの書いて、過去を引きずらないとか、あのやっぱ文化が違うので積極的に話しかけるとか、こう自分なりのルールを見てこう迷った時に開いてそれを思い出させる、それを日本出る前に毎回ルールを設定してやってますね。はい、なんか設定した中で覚えてるのでいいんですけど、なんかユニークなやつとかってありますか？書いたのが外国人に切れない笑顔でみたいな、まあ、結構あのやっぱね、あのすごいあのセルフィッシュな方とかね、あのユニークな方々とかいるので、あのえやってなる時あるんですけど、切れない笑顔でうまく利用されないようにみたいなそういうのもちっちゃくルール、これ私の秘密なんでやめてください私の秘密なんでこんなこと書いてんの。そうなんですよ。 SNS とか見てると、まあ、他のブランドのモデルとかだったりすると思うんですけど、はい、結構かっこいい写真とか。本当ですか？はい、あると思うんですけど、なんかそういったことでも自分を表現したいとかって。そうですね、やっぱりなんかちょっと自分変わってるんでなんか普通が嫌なんですよ。あのみんな普通にはまろうとするので、まあ、私は普通が好きじゃないので、だから人と被るのとか嫌なんですよ。だから自分の番号99番ってあんま見たことなくて、そういうところも人と被るのが嫌で、ユニークな自分でいたいというか、やっぱり SNS の使い方もやっぱ結構日本の選手はこうっていう感じなんですけど、私はもう自由にみたいな、はい、感じで、それが私らしくて、誰やねんって感じです。はい、すいません。それは誰の影響とかでもなく、もう自分の。そうですね、それが自分が生きやすいって感じですね。なんか、真面目っていうか、こう、なんかバスケだけポストしてても、息苦しいというか、はい、それが自分なの。はい、まとめになってくるんですけど、はい、モニカさんの今後の展望、目標とかってありますか？今後難しい。結構長いと思うんですけど、バスケどれぐらいまでやってると思いますか？わかんないんですよそれ全然、今はだから考えないですね。でそれが考える時期が来るのかなって思うと、まだ来年どこに行こうかなっていう気持ちでいるので、まだやめる気はないんだなっては思いますね。でもやっぱこうオリンピックとかそういうのは特別なので、いつも目指したいなって思ってくるので、わかんないですなんかキャリアとしての今のところの目標っていうと、どういうところになるんですか？ちょっと中長期的な感じでいくと、あ、やっぱりあの、まあ、パリオリンピックまず出場することと、あとその先にやっぱ WNBA 選手になること、はい、それが自分の目標です、はい、その目標を達成するのに、なんかここは足りてない、まだやりきれてないかもしれないみたいなところってありますか？いや、まあもちろん終わりなきバスケ人生なので、まあ、いつでも足りてないと思うのでまあ練習するのみじゃないかなとは思いますね、はい、やっぱり日本には外国人選手がいないので、日本に出てあの海外のレベルであの日常をこう世界基準に合わせないと成長しないと思うので、そういう選手も増えてくれればなとは思います。それこそ、うん、今女子のサッカーワールドカップやってると思うんですけど、そうですね、もうスタメンの半分ぐらいは海外でやって、やっぱ全然強度とか違いますか？全然です。だからあの世界大会でしか海外の選手とやらなかったので、今までは日本にいた時はやる時にすごい緊張したっていうか、あと圧倒される。でも今この間のアジアカップもオーストラリア代表とやったんですけど、あ、この選手この間試合したから右手しか行かないよとか、そういうところで、はい、
あの体ぶつかれても全然いつも通りだなっていう風にできるので全然違いました。はい、じゃあそこの当たり前のレベルを高めていく、はい、そうですね。パリへの道で言うとどういったもうロードマップで行くって感じなんですか？来年なのでやっぱ WNBL、11月から始まる WNBL をこう確実にキャリアあのレベルを上げてって WNBA 選手とかともやれるのですごくいい機会だなって思うのでその先にパリが待ってるのでパリに向けても準備していきたいなと思います。2月にやるあの OQT って言って、オリンピック予選がまたあるのでそこで勝たないといけないです。そこに向けてはどうチームとしてもどういう準備してるっていう感じですか？結構集まれる機会がないので私もそれこそオーストラリアでプレーしてるのでアジアで6連覇ができなかったのでみんな悔しさが残ってるのでそこを、はい、修正して次2月勝たないとオリンピックに出ます出れないので各自、まあ、日本でやってる子たちは日本で私はオーストラリアでこう切磋レベルを磨いてまた集まれたらいいなとは思います。はい、最後なんですけど美香さんが勝ち負け以外のことでスポーツから学んだことって勝ち負け以外のことでスポーツから学んだことバスケだけじゃなくて人生に全てつながることかなと思います。なんかそれはどういったところがそう感じますか？バスケットでやっぱりきつい練習とかたくさんあるんですけどそういうところで逃げずにやり続けることでこう人生でもちょっと休みたくことでは逃げない人間になりますしネガティブになった時もすぐポジティブになる切り替えれる。それは試合中にこうすぐ切り替えなきゃいけないっていう状況があるのでそれが全て人生においてつながるっていうバスケから教えてもらったと。で今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごいいろいろ蘇ってきて、はい、よかったです。はい、楽しかったです。はい、いつかあのフラダンスの話聞かせてください。ありがとうございました。じゃあまた。